びませんでした国沢。決定的。あ、国沢が上がってったんですね、はい、今ね。惜しかったですけどね。はい、あのペナルティエリアでこういう風にねワンタッチで角度を変えて背後に、これやっぱり練習してないとこういうプレー絶対出てこないと思いますので、はい、かなりやっぱり攻撃に関してはあの横山頼みじゃないんだなっていうところがこういうプレーで見えてきますよね。今横山は右サイドにいました。はい、そうでしたね。流れていくようなプレーをしました。ですからサイドに流れて引きつけて中央という形ですよね。そうですね。まあ、前節アイナック戦ったジェフでも菅沢がそういうプレーをねよくしますけれども、はい、そうですね。ここはいいプレーが出ました。木下です。ブルシオを続けている木下。鮫島、相当風はあります。まあ、それと前節もそうですが、あのアイナックは杉田の展開力というのはかなり出てきてるんじゃないですか。はい、あの今年実はですね、開幕前に松田監督の方に話を聞きに行ったらですね、いいんだよ今年っていうふうにすごく楽しみな感じで言ってたんで、本当その通りですね。前節はゴールも決めましたし、まあ、2点目もね左足の素晴らしいボレーシュートがあって惜しかったんですが、はいですね、裏へ止まりがいますが、ここは竹中出てきました。いやでもこれ、いやこれディフェンダーもでも今ギリギリだったかなっていう感じのリアクションを今ゴールキーパーと見せましたけれども、まあ、竹中もカイホリが引退をして今年はゴールマウスを守っています。昨シーズンは仙台で23試合に出た竹中。右のスペースへ、中には3人います。3人や。クロスボール、シュート、うまく外したんですが枠には飛びませんでした。高瀬、ね、今クロスは逆サイドから強化が行ったんですかね、はい、2列目結構本当に変わりますからね。そうですね。大野の頭上を飛ばして高瀬に、はい、これ狙ってこっちだったのかな。ね、そうなんでしょうね。いや大野がねニアにすごくいい入りをして、はい、ディフェンスいなかったんでね、あそこを合わせるだけでもって感じの気もしましたが、はい、0対2アイナクがリードしています。中島の素晴らしいボレーシュート、そしてキーパーのミスがありましたが大野が2点目を決めました。強化は縦へ出して、ここで大野がもらう、ギリギリのところでした。横に高瀬どうするか。おお、2列目見ていて金が後ろから入ってくる選手を使えるのがアイナックの強みでもあります、はい、そしてやっぱり大野も金がもう長いですからね、はい、分かってますよね、あの大野の今、ね、ちょっと自分で時間を作って誰に渡せるかなって見たときに、はい、うん、前じゃなくてね後ろ、金が今もうここに来るっていうのはもう、はい、多分勘で分かって、で見たら本当にいたからそのまま自然に出せたっていう、はい、そういう感じなのかなと思いますね、もう完全にイメージとあったわけですよね、はい、ここにきっと来るよなっていうのはもう分かってるんでしょうね、はい、これも金が追い抜く動きがありますが杉田が使う、中に入る、いや、スルーしてシュート、寄せられましたが大野、ここも必ず枚数がいます。ニアに1人いて余るような形になりますんで、いやこれは長野は相当振られます。本当にクロスも本当に何かありそうな感じのクロスなんですよね、はい、あの山なりじゃなくてね、相手が先に触ってもこれ何があるんじゃないかってい う、ね、確かにそうですね、うん、ディフェンスが触りづらいボールでもあります、はい、35分が過ぎました。ここまではまあ2点リードもありますが、内容でもちょっとアイナクのいい部分がたくさん出てますね。そうですね、はい、どうしても
長野がこう後手に回ってしまう、はい、そのポジショニングですね、はい、そういうところで少しこう攻撃の時間がなくなってきています。長野ゴールキープ、先制ゴールの中島です。近くに金賀がいました。その金賀へ杉田が上がっています。杉田入れてくる、高瀬が落として後ろからシュート。いやー目まぐるしくまさに人が湧いてくるというゴール前、最後は京川です。杉田がここで一回切り返した後ですか、はい、今ね、ああいうこうディフェンスが前にいるのにほんのわずかにずらしてパスを出すっていうのが、杉田本当うまいですね。彼女アンダー20の合宿が、はい、先月高知県でありまして、あの男子の明徳義塾の3年生とね、はい、練習試合をやったんですよ。その時もね体勢崩されるんですけれども無理な体勢からでもこうパスを出せるっていう、そういう杉田の強さが結構目立ったんですよね。なるほど、まあ、そういうところでまた自信をつけてきたのかもしれません、うん、でしょうね。もともとこうボディーバランスというのはねやはりいいでしょう。今のヘディングなんかもそうですが、はい、そうですね、よく飛びますもんね、今日の杉田、はい、ね、今日の試合前 の, あのボール回しの練習アップを見ていても、あの自分のこう選択肢と違うところにパスを出せるんですよね、はい、あやっぱりこっちみたいなこう直前に判断を変えるというか、ね、なるほど、杉田やっぱりこういろんなところがね見えてるんでしょうね同時に、まあ、2年目で目覚ましい進化を遂げてるということですね、はい、そう思いますね。なかなかやっぱり去年はアイナックのそのそうそうたるメンバーの中でですね、はい、どこまでこう自分を表現していいかっていうのはねやっぱりこう慣れるまでは時間かかったみたいですけどね、うん、まあ、昨年は沢がいました。それから沢とあの伊藤美希のコンビネーション良かったですからね。はい、そうなんですよね。そこになかなか入れませんでした。伊藤美希がこれ怪我から戻ってきた場合また杉田はそこでポジション争いもう一回ね頑張らなきゃいけないですね、あるいは韓国代表のチョソヒョンもそうですね、そうなりますね、そうですね、なかなかレベル高いです。ここも縦へのパス、残して強化のパスをもらう、中に高瀬がいますが、大野どうする、浮き球のパス、足を出していった高瀬、その後ろからは鮫島も入っています。今のシーンをもう一度ご覧いただきましょう。これ長野やっぱりもうギリギリなんですよね、精神的にもきっと。ここで一回スライディングいっちゃうんですよ、これ距離を詰め切れてないから打たれちゃまずいと思って思わず足を出してしまったんですね、はい、あサインプレーか、中島ニアへこぼれているところ、おーよく止めました、林崎よく体に当てました。一つキックミスがありました、それが失点にはつながりました。ただ今のようにいいセーブもしています、林崎。鮫島から中島3人囲いました。高瀬、杉田、ここはもうフリーでボールを受けます。三宅、右に金が、杉田縦へ出ている、横に張宗本、もう一度杉田から金が、中に3人、杉田左足ゴール前、強化は林崎です。少し対人のところで寄せるというのも難しくなっている長野。そうですね、ちょっとね、はい、まあ、前半残り時間これ踏ん張りどころですね、そうですね、まあ、0対 2, 2点差ならサッカーは何が起きるか分かりません、はい、そうですね。児玉出していきます、チャンスになるか、右に野口が入れる、ファーにもう1枚いる、シュートを打ってきた竹中です、ここは大宮のシュート、40分になりました。中島の今季初ゴール、そして大野のゴール、
まあ、好調大野、今年これで4ゴール目です。田中アスナ足を出します。チョソヨン、ちょっとバウンドする。坂本、こういうところは詰めてきます。高瀬、うん、坂本、横山、あ、オフサイドだったかな、ね、はい、うんうん、田中アスナ、チョソヨン、このパスダイレクトで強化へ。鮫島、ちょっと2人かぶりました。高瀬、チョソヨン、3人囲まれましたが出していきます。ここはチョソヨン、ちょっと引っ張っちゃった、はい、手を引っ張ってしまいました。木下を引っ張りました。こういうセットプレーで一つこうシュートで、ね、終わりたいですね。そうですよね、なかなかシュートまで持ち込め、そこで横山がね、はい、シュートまで行けてないんですよね。そうなんですよ。ヘディングを落とします、うん、ここも拾われます。中島、大宮、中島、あ、強い。うん、やっぱここでちょっと出しどころ見つからないんですよね、蹴らされちゃってる感じがね、はい、今出てしまいましたね。横山も近いところにいたんですが、そこにも出せませんでした。出せませんよね、やっぱり狙ってますもんね、はい、アイナックがね、うん、チョソヨン、金が、中島、中島のパス、チョソヨンでした。いや、ここもチェック、金が出してきた。高瀬です。中2日、中4日、ゴールデンウィークの強行日程というところでは、まあ、チーム力を長野も試される部分はあります、まあ、ほとんど同じメンバーでやってますから、横山引っ掛けた、杉田、横山、杉田、横山、横山、シュート、つけられながらも最後シュートまで行きました。横山、体強いですね、やっぱこういう選手、はい、本当に楽しみですよね、ね、杉田も結構サイズあるプレイヤーなんで、はいはい、それでも負けません、うん、うまくこう腕でブロックするのもやっぱり横山上手ですし、はい、あの腕を使うアームワークっていうんですかね、それも上手ですし、やっぱりあの倒れてね、ファールをこう今のファールじゃないかみたいなアピールをする選手も中にはいるんですけれども、はい、横山絶対やらないんですよね。そうね、そうですね。まあでもやっぱり世界と戦っていくところでもやなさい、はい、こういうところですよね、はい、うん、これはオフサイドです。簡単に倒れてファールを欲しがるみたいな選手はなかなかね、そう代表に行った時には、はい、ね、なかなかそのうまくいかないでしょうけれども、彼女みたいに必ず立ってプレーするんだって、やっぱそういう選手どんどんやっぱ出てきてほしいですよね。体格負けする可能性がありますから、やはりあのタックルとかそれから接触の基準も違いますからね、はい、そうなんですよね、はい、それこそあの、まあ、裏話といいますか、昔あのアテネオリンピックになでしこジャパンが出た時にですね、あの世界の笛の基準がわからないっていう風に選手たちが不安だって言っててね、であの男子の審判部長の上川さんがね、はい、レクチャーをしになでしこジャパンの合宿に来てくれたっていうこともありましたね。そうですか、はい、ここはパス、横山からのパスです。そして、うん、抜け出せばというところですが、体を入れている、シュートまではいけませんでした。いや、ここは左サイドバックの矢島がペナルティエリアの中に入っていました、はい、それでこうやっぱりペナルティのあのなんですか、あの半円のあたりでですね、誰かボールを受けると、こう裏に走り込む動きですか、はい、そういう選手がやっぱりいるんで、これ長野はうまく相手を崩すってそういう練習しっかりしてるんだなと思いますんで、はい、後半まだチャンスあると思いますね、